宇都宮氏。宇都宮氏は、日本の氏族。石関家、藤原北家同権流を称する大族。下付けの氏、中原氏の流れを組むとも言われる。藤原氏一族の藤原北家の藤原道金の彦を称する、藤原宗園が、源頼地家、吉家の欧州安倍氏討伐、前九年の役での功により宇都宮、元。 栃木県宇都宮市二良山の上社の別称、別当職に認じられ、荘園の孫の宇都宮は札名から、苗字、苗字として、宇都宮市を名乗る。しかし、宇都宮市や、政治家系大辞典では、荘園を藤原道兼の子孫とするのは、後世の仮りかせで、宇都宮市は中原市ので、あるいは古代の家の市の後裔とされているなど、諸説ある。 宇都宮氏は下野国が本願であったため、各地の所流に対してしばしば、下野宇都宮氏と言われることもある。下野国一の宮名神大社であった宇都宮二ら、山の神シャザス及び日光山別当職党を務め、引き吉両党を引き十二代五百年にわたって、下野国、さらには日本国土の治安維持を司った名家。国師や守護も歴任し、現在では、 戦国大名とも評されている。源の頼朝をして、関東一の読み取りと言わしめた、宇都宮浅綱は、第三代宇都宮氏当主である。また、第五代、宇都宮頼綱、藤原頼綱は、武人で、欧州藤原氏討伐にも功績があったが、鎌倉幕府から、謀本の権威をかけられたのを機に、法年に帰依して、出家、実の武夫佐連生と合して刑に陰性して、 宇都宮下段を確立した。京都佐賀野の小倉山麓の岩に住まい、そのふすま色紙には、信仰があった、藤原定家によって煎じられた首歌が書かれ、これが小倉百人一首の起源として、伝統文化に受け継がれている。浄土宗を信仰した頼綱は、京都根版、気流、宇都宮に念仏堂を建立し、現在も、それぞれいる愛山聖宝寺、梅田山聖宝寺、 カオルミ山西岩寺に受け継がれている。頼り津川、幕府から許された後の1215年には、恩城寺、現在の三井寺再建に尽力し、その功によって、伊予国守護に任じられた、1220年頃から1235年頃。鎌倉時代中期、第八代、宇都宮定津川、現行の際、鎌倉幕府による討伐軍の総大将として、 九州におもき、これに勝利すると、鎌倉幕府引き付衆に認じられた。佐定綱は、坊母の十三回期に、全国的にも珍しい巨大鉄製塔馬を奉納した、宇都宮市青岩地蔵、国の重要文化財と言われている。鎌倉時代末期に、河地国で、楠木正茂らが挙兵すると、第九代、宇都宮金綱は、討伐軍に参加し、正茂から金綱を、 坂東一の弓取り、利き吉両党を戦場で命を捨てることは、ゴミや悪よりも軽いものと宇都宮氏の武勇を高く評された。幕府滅亡後に、五代醐天皇の兼務の申請が始まると、雑草決断書を務める。足利高氏が鎌倉で申請から離反した後も金綱は、南朝方として動いたが、この十代、宇都宮氏綱は、足利氏に属した。 足利家の内紛から発展した関能の上乱では、高氏方についた氏綱が武功を挙げ、高氏の意向で、上野、越後国主護職を務め、北関東及び関東全体での支配的地位を盤石なものとした、去った山大制。ところが、高氏が死ぬと、鎌倉久保であった足利元氏、高氏の子は、自分の腹心ありながら、関能の上乱では、 高氏と敵対した前上野、越後守護職、上杉範明を強引に、関東官令に復帰させた上に、上杉範明が、上野、越後守護職を宇治綱から強引に返還させようとして、宇治綱がこれを拒むと、元宇治は、関東官令への反抗を理由に、宇治綱を追悼した。その後、下野守護職の小山義政に宇治綱の子十一代、宇都宮元綱が殺害されると、 鎌倉久保は、宇都宮氏を支援した、小山氏の乱。所流から、宇都宮氏に入った十三代宇都宮持綱が、和佐国守護職に任じられると、一転して、鎌倉久保の警戒を受けて、討伐を受けた。こうした鎌倉久保の方針に不満を抱いた、宇都宮氏は、室町幕府直属の警府地州に加わって、鎌倉久保に対して、抵抗を続けながら、勢力挽回を図った。 なお、宇都宮宇治綱、元綱親子が、下屋国守護に部任されたという説があり、これを支持する、新川武則、磯貝藤夫とこれを批判して、小山氏の世襲が継続されたとする、松本和夫、江大久夫の論争が、この論争を根気としても小山持政が没して、小山氏が衰退した15世紀後半の宇都宮、正綱、聖綱の時代には、 宇都宮氏は下谷国守護職の地位を獲得したとされている。持ち綱没後宇都宮氏は一門武重氏を中心とする親室町幕府派と同じく一門塩谷氏や重臣派がし、益子氏を中心とする親鎌倉府派の二つの派閥による家督をめぐる構想が続いた。その後、塩谷氏出身の宇都宮家綱が鎌倉府から公認により、 宇都宮氏の当主として認められた。しかし、影響3年に、室町幕府と鎌倉府の和睦交渉が行われた際の条件の一つに、宇都宮氏の家問題が取り上げられ、最終的に家督は、幕府からの移行により持ち綱の維持宇都宮党綱が14代当主として、継ぐことになった。しかし、相変わらず、宇都宮氏は東公派と家綱派で二つに分裂しており、 この不安定な状態は、有機合戦で、家エが打ち死にするまで続いた。京徳三年、千四百五十四年に、京徳の乱が勃発すると東郷は、幕府から足利茂氏追悼の命を受けた、鶴ヶ守護の今川の忠の軍勢に降下し、宇都宮勢を拒兵、鎌倉を攻め落とした。しかし、小山氏を頼り、古川に逃れた足利茂氏は報復として、小山持治 那須しもちらによる、宇都宮討伐を行い、宇都宮城を包囲した。そんな中、重心はがしや東高の着難宇都宮名綱が、小府側に寝返ったため、東高は、名綱に家督を譲って出家せざるを得ない状況になり、宇都宮城から追放された。この頃の小山氏の誠意は、関東管領上杉氏に匹敵するほどで、十五代、宇都宮秋綱と十六代、 宇都宮正綱は、小山市投資小山持世の老いの関係であったため、宇都宮領南部や宇都宮領津賀軍を譲渡し、貢献を受けることで信仰されることを免れていた。宇都宮正綱は、塩谷氏、竹茂氏といった主要な一門を真珠化させ、戦国期宇都宮家中の原型を作った。戦国時代初期には、第十七代当主で、奇跡の武人、 宇都宮市の中高の祖と呼ばれ、宇都宮市の前世紀を築き上げた、名称宇都宮聖綱が現れた。正綱が沈没したために幼くして、家督を相続する。家督相続後、その結果に不満を抱いて、反乱を起こした武重氏を、重心派が公益、派が慶高の力を借りて鎮圧し、小学坊、足利重氏の支援を得て、再侵入させる。 小山持政性が没して混乱している小山氏に対し、幼いながらも、聖綱はその好機を逃さずすぐさま小山領を攻め込んで、勢力半島を拡大。優れた外交手腕を発揮し、小学坊、足利重氏の次男で、次期関東官令とされている上杉剣実の娘を、自らの妻としてめとり、さらに娘の追運員を、次期小学坊、足利高本に嫁がせるなど、 小学防科や関東管理杉へとの緊密な関係を築いた。その他にも上なすし当主なすし親や小田氏当主、小田重春から娘を妻としてめとり、結城氏当主の結城正ともに自分の娘をとがせるなど味方を増やし、北関東での支配的地位を盤石なものとした。家臣団も再編し、有力一門の塩谷氏や武重氏に兄弟を継がせるなど、宇都宮氏当主を頂点とする。 戦国期宇都宮家中を形成した。宇都宮市に侵入した者には名前に綱の一字を与え、家臣たちとの結束力を高めようとした。栄少年間に小学坊家の争いが勃発すると、聖綱を頼り宇都宮へ逃れてきた娘婿、足利高本を庇護し、高本の小学防用率を企てた。高本派には上那氏、小田氏、結城市といった。 聖綱との関係が深い勢力が多かった。しかし、筆頭重心派が工場が足利正氏の指示を表明し、聖綱と対立した。交渉は、聖綱を失脚させ、聖綱の着手た綱を当時に擁立しようとしたため、聖綱は相手その策にはまり、忠綱に家督を譲り、隠居のみとなった。聖綱はた綱に後見人として、聖綱の弟の塩谷隆綱をつけ、 ただつが、交渉の区靴になることを防いだ。聖綱は1512年に、交渉を殺害すると、宇都宮桜が勃発、2年かけて鎮圧した。その後は1514年に、小学坊、足利正氏派の佐竹義春と岩木氏と、下、那須氏が2万期以上の連合軍を率いて下屋国へ攻め込んできて、宇都宮の北東である竹林で、両軍は衝突。 結城正とも、足利高本らの援軍も駆けつけている。この合戦は正氏派と高本派による事実上の決戦であり、当時の北関東最大規模の合戦となった。合戦は宇都宮勢の勝利となった。この合戦の勝利によって、足利高本の小学坊就任は、名実ともになり、聖津なら高本派による足利高本の小学坊擁立は成し遂げられた。 その2年後の1516年に再び、佐竹義春と岩木氏の連合軍が、下野国へ侵攻。聖綱は病気で動けなかったため田脱綱が、聖綱の名城で出陣し、連合軍に対して圧勝した。この合戦の勝利の背景には、聖綱の策により、竹林の戦い後、那須氏を高本派へ引き入れることに成功したからである。聖綱の代で、 宇都宮氏の勢力は安定化し、全盛期を迎えた。聖綱の死後、着難である十八代、宇都宮忠綱は強硬な家臣団の支配強化などを行ったために、家臣の反乱を招くことになった。その結果、大英の内向が勃発してしまい、宇都宮市当主の権威は大きく失墜し、大きく弱体化することとなる。19代宇都宮沖綱、20代。 宇都宮と市名の頃は、宇都宮市当市は、家臣団の区靴となっていた。武重氏や松野氏といった一門も、佐竹氏に降伏して離反している。二十一代、宇都宮広綱の時代には、父、宇都宮直綱が、きつ川五月女坂の戦いで、那須氏に打ち取られると、宿老三分綱坊、三分綱夫氏に、宇都宮城を乗っ取られ、下国城されてしまう。この旧地を、 重心派が皇帝が救い、1557年には、北条氏康や佐竹義明らの協力を得て、宇都宮城を奪還することに成功してる。その後は、上杉謙信や佐竹義重らと共に、小賀府足利氏の弱体化に伴って、関東に対頭した北条氏と対峙した。広綱は、佐竹義明の娘、南両院をめとり、佐竹氏との関係を強化した。十二代。 宇都宮国綱は、防衛に向かない、宇都宮城を家臣へ任せ、過激化する北条氏や三武氏、那須氏、蜷川氏の攻撃に耐えられるよう、滝山城を北関東最大規模の山城へと改修し、そこを新たな本拠とした。天正十八年、五百九十年、豊臣秀吉の小田原城攻撃で、小田原征伐で北条氏が失墜し、 宇都宮氏は下野国18万国の所領を維持した。国津川1592年の朝鮮出兵にも参人死、帰還後は豊臣政を賜り、十五一下に任じられたが、1597年、突然改役され、備前国入るとなり、1608年に江戸浅草の石浜で失意のうちに病死する。これにより、22代500年にわたって繁栄した、関東の名門、 宇都宮氏は、歴史の表舞台から去ることとなった。開域の理由は、対抗検知のために派遣された、浅野長政に、国高不正を訴えられたことや、浅野長政の次男、長重と宇都宮家の養子話のこじれがあったとと、言われている。さらに、関ヶ原の戦いで、徳川家康率いる東軍に組みするのを国綱が、拒んだため、大阪の陣による、 豊臣政権崩壊後も、加盟の再興は認められなかった。国綱の子、宇都宮義綱は、水戸藩、徳川頼りに仕え、この宇都宮高綱は過労に取り立てられた。以降、子孫は、水戸藩主として、江戸時代を過ごし、明治維新を迎えた。冒険として、日立国主後田氏や、三河国の出身で、江戸時代には、徳川家普代大,大名として、 小田原を治めた大久保氏が外仰ぐ武主義氏がいる。宇都宮諸流としては、藤原総園の自主である中原宗房が、無前国中津軍白井郷に自投職として赴任したことが、無前宇都宮氏の始まりと言われる。その後、宇都宮信房は、無前神に任じられて、九州無前国に下り、一時期は、追起軍の本城城を拠点として、宇佐築城、下下、 中津、田川など、各軍に、諸家を廃し、その子の宇都宮警防は、九州平定の功により、警防の子の宇都宮貞景は、源頼朝から、幕府表情集、九州四部行に任じられ、九州の武士を統括したこともあった。武前宇都宮市七代宇都宮不ゆつ白い不ゆつが、白石の祖となる。また、宇都宮諸流としては、筑後国に誠意を張った。 筑後宇都宮氏が知られる。宇都宮氏、第八代、宇都宮朝綱を初代とすれば、第六代当主、宇都宮貞綱、奈、現行の時に討伐軍総大将と共に、九州に同行し、筑後国産門軍大木を拠点とした、貞綱の弟である、宇都宮康州の子孫が直接の子孫である。すなわち、大衆のこの宇都宮貞康は、南北朝時代に、 四国伊予国に勢力を保ち、南朝の金永親王と共に、白石の拠点の無前国中津に移ったが、北朝方の無前宇都宮市に対して、南朝方で、日五国八代に移った宇都宮貞安の次男の宇都宮貞久が、始まりとされる。この、貞久の孫の宇都宮久典が、畜後十五条比頭の宇都宮市系鎌町市の祖となる。また、 四国伊予国の伊予宇都宮氏は、伊予神に認じられた、宇都宮豊房が子祖である。豊房は、無前宇都宮氏七代となった、宇都宮冬綱、白い冬綱の弟であった。ちなみに、冬綱は、宇都宮氏、第九代当主、宇都宮金綱の弟である。豊房には、子がなく、宇都宮貞安の四男の宇都宮宗安が継ぐ。 宇都宮市祖、宇都宮市、芸ヤ国、武前宇都宮市、武前国、畜後宇都宮市、畜後国、伊予宇都宮氏、伊予国。宇都宮氏は大族であり、大小を数えると全国に分布している。しかし地方市も含めて歴史に、名前の残る宇都宮氏は、おおよそ次のようなものと思われる。これらの宇都宮氏は、別れた後も、養子や婚姻により、 同族としての結びつきを見せている。例えば、下野宇都宮氏、第六代の宇都宮貞綱の弟の九州に下り、筑後国産門軍隊牧場を本拠地とした、宇都宮康志州の子で、九州の武前中津にいた、宇都宮貞安の長男の宇都宮義綱の子の、宇都宮元綱は、武前宇都宮、白石に入り、貞安の次男の宇都宮貞久の子の宇都宮、階級は、 地後宇都宮、鎌地市となり、定康の四男の宇都宮、宗康は、伊予宇都宮市を継いでいる。また階級の弟の宇都宮、元綱のこの宇都宮、正長は、その宇都宮、康州の大木城を継ぎ地後宇都宮、大木を名乗る。徳川氏の家臣の三河国の大久保氏も、宇都宮市公営といい、大久保系図によると、宇都宮、定綱の弟の宇都宮、康氏州。 武持安州のこの宇都宮寺系のこの宇都宮安史富士を外するという。孫の道の時に、宇都を名乗り、その後醍醐の宇都田都市が大久保氏の外される。反官府によると、宇都宮安史富士は南朝方で新田吉貞が打たれた時、越前国を打ち三河国大久保に住んだことにはまるというが、三河土着の大久保氏は宇都宮氏と伝え、 宇都宮氏とは同音だが別とされる。宇都宮とは、四国の伊予国北郡宇都に住んでいた人物で、関武天皇の第三王子の伊予神皇で、宇都宮氏とは、伊予神皇の子孫と称する一族で、伊予の落氏や伊予立花の氏、河野氏、楠木氏などが知られる。以下は、宇都宮氏の冒険。総園のこの八田修綱の系類の八田一族の家々であるが、 八田ズ綱の着手の宇都宮浅綱、八田浅綱を外する相族である宇都宮氏からは、分離したとも言える勢力を築いた家ある。よって、上記の諸家とは分けて記す。この八田一族からは、主に、日立国、非全国のお出しや秋国の獅子都氏などが排出する。宇都宮市、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。